こんにちは中央区です。今週のラインナップです。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、第38回大江戸問屋祭りと障害者週間啓発展示の様子を、区政情報をお届けする中央ブックマークではパブリックコメントの実施について、特集ではこの時期の街や建物を華やかに彩る区内のイルミネーションをご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは中央区です。キャスターの高井英子です。まずは区内のイベントや出来事をお伝えする今週のトピックスです。12月3日日曜日、横山町馬喰町新道通りを中心に大江戸問屋祭りが開催されました。よりどり4点で1100円コーナーがあります。毎年夏と冬の年2回行われているこの催しは、卸販売専門の問屋さんが1日限りの問屋体験と銘打って、一般のお客さんを対象に特別価格で商品を提供するというもので、今回で38回目を迎えました。日本最大とも言われる横山町馬喰町の問屋街、卸値に近い価格で買い物ができるとあって、会場には通りの先が見えないほどに大勢の買い物客が訪れました。普段は一般販売していないお店の商品を購入できるのも魅力の一つ。来場された皆さんは服や帽子、カバンに靴などお目当ての品、お気に入りの一品を求めていました。また抽選でお買い物券が当たるスタンプラリーなど、お得なイベントも実施されました。このほか日本橋中学校の吹奏楽部によるパレードも行われ、会場を一層にぎやかに演出していました。12月5日火曜日から15日金曜日まで、区役所1階ロビーで障害者週間啓発展示が行われました。12月3日から9日までの障害者週間に合わせて、障害者差別解消法や障害者の多様なコミュニケーション手段の紹介、区内の障害者就労支援事業所で制作する自主製品などが展示されました。障害者の多様なコミュニケーション手段の紹介コーナーでは、障害の種類や特徴に応じてどのような配慮ができるかなどについてパネルで紹介されました。区内の障害者就労支援事業所に関するコーナーでは、各事業所の紹介と合わせて自主製品を展示。牛乳パックを再利用して作られた封筒やオリジナルのマグネットなど、事業所を利用する皆さんが心を込めて制作した作品の数々が並びます。展示を通じてご覧になった皆さんが、さまざまな障害について改めて考えるきっかけとなりました。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いて区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回はパブリックコメントの実施についてです。区ではご覧の4つの計画に関する中間のまとめを作成したことを踏まえて、パブリックコメントを実施しています。まずは中央区障害者計画第7期中央区障害福祉計画、第3期中央区障害児福祉計画についてです。
障害のある方が地域で安心して個性豊かに暮らしていくために総合的な障害者施策の方向性と取り組みを示すとともに、令和8年度までに達成すべき目標と障害福祉サービスの見込み量や確保の方策などを定めた計画を策定します。問い合わせ、意見の提出先はご覧の通りです。2つ目は、中央区高齢者保健福祉計画第9期介護保険事業計画についてです。高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らしていくために、高齢者施策の総合的な推進や介護保険事業における介護保険サービスの円滑な給付を目的とする計画を策定します。問い合わせ、意見の提出先はご覧の通りです。3つ目は、中央区自転車活用推進計画についてです。区民一人一人の適正な自転車利用や安全で快適な自転車利用環境の整備等を推進するための計画を策定します。問い合わせ、意見の提出先はご覧の通りです。4つ目は、中央区国民健康保険第2期データヘルス計画第4期特定健康診査等実施計画についてです。健康寿命の延伸や医療費の適正化を目的とした保険事業などを定めた計画を策定します。問い合わせ、意見の提出先はご覧の通りです。これら4つの意見の募集、計画案の閲覧期間は令和6年1月5日金曜日まで。ご覧の区施設または区ホームページで閲覧が可能です。区政に対する皆さんの貴重なご意見をお聞かせください。パブリックコメントの実施について詳しくは、区のお知らせ中央12月11日号6面に掲載しています。続いては特集です。今回はこの時期の街や建物を華やかに彩る区内のイルミネーションをご紹介します。クリスマスも間近に迫り、区内のさまざまなエリアがイルミネーションで包まれています。今回はその中でも代表的なスポットをいくつかご紹介します。夜の銀座が華やかにライトアップされる銀座イルミネーション2023。通りごとに趣向を凝らしたさまざまなイルミネーションがきらめいています。並木通りでは淡いホワイトカラーの電灯が道行く人たちを照らしていました。銀座一丁目から八丁目までの中央通りには木々などの装飾のほか、何丁目かを表す数字のオブジェも設置されています。幻想的なムードに包まれた銀座を味わってみてはいかがでしょうか。銀座イルミネーション2023の点灯期間など詳細はホームページをご確認ください。日本橋周辺では日本橋イルミネーション2023が行われています。
心を踊る日本橋をテーマにしたイルミネーション、イエロー系をキーカラーとした20万球以上の LED ライトが日本橋の街を暖かく包み込んでいました。日本橋イルミネーション2023は令和6年2月14日水曜日まで開催しています。東京スクエアガーデンを照らし出す毎年恒例のウィンターイルミネーション、今年度は淡い青や黄色などの鮮やかなイルミネーションが京橋の街を明るく灯しています。見どころはアート作品で飾られた巨大なシンボルツリーです。世界で危機に瀕している絶滅危惧種の動物たちがテーマとなっています。シンボルツリーは12月25日月曜日までの展示となりますが、ウィンターイルミネーションは令和6年1月31日水曜日まで開催します。東京駅八重洲口から日本橋へ続く桜通りを中心に東京イルミリア2023が開催中です。日本の伝統文化とイルミネーションを融合し、江戸の風情を感じられるような街路灯装飾を毎年展開してきた東京イルミリア。イエローカラーのライトが飾り付けられ、そのまばゆい光が街の雰囲気を幻想的なものにしていました。東京イルミリア2023は令和6年2月14日水曜日まで開催しています。ご紹介したイルミネーションの雰囲気はいかがでしたでしょうか。区内をめぐってお気に入りのイルミネーションスポットを探してみるのも楽しそうですね。続いて中央区からのお知らせです。令和6年4月に区立小中学校への新入学を予定している方に、入学校および入学式の期日を示した就学通知書を12月末に送付します。就学通知書が届かない場合や外国籍のお子さんが就学を希望する場合など、区立小中学校の入学について不明な点は学務課学事係までお問い合わせください。お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は12月24日日曜日です。それでは。